スノーマン・メグロレン、トリリオンゲーム推しポイントは、顔佐野勇人が、熱弁、違う一面が見られるスノーマンのメグロレンと俳優の、佐野勇人が、17日放送の TBS 系、情報バラエティ番組、王様のブランチ、毎週土曜朝9時30分に VTR 出演。佐野が、メグロ主演の7月スタートの同局系金曜ドラマ、トリリオンゲーム。 毎週金曜夜十字の推しポイントを熱弁した。メグロレン、トリリオンゲームでの役作りは同ドラマで初共演となる二人。主人公の天皇寺美、通称、春を演じるメグロは、自身の役柄について、一言で言ったら、世界一わがままな男。想像もできないことを言ったりとか、危険なこともブレーキ一切効かない。張ったりとかもバンバン言うんですけど、 ちゃんと計算されてて、とにかく面白いキャラクターですと説明。インタビュアーから、目黒さんのイメージとは離れてると言われると、そうですねと笑い。今回は、真逆なので、撮影行くときは、家出るときから、自信満々で行こう。って、今日かましてやるぐらいの気持ちでいるようにしてますと、役作りについて語った。佐野早と、トリリオンゲームの推しポイントを熱弁。 そして、同ドラマの推しポイントを問われると、佐野は、一兆ドルを稼ぐために、どういう話をするのかっていうのはもちろんなんですけど、やっぱ顔ですと、顔への注目を呼びかけ、撮ってる時にチェックとかで見せてもらうんですけど、めっちゃかっこいいですよ。春くんと目黒の、春を絶賛。普段からイメージしてる、目黒蓮くんとは違う一面が見られると思うんで、ファンの方すごく、 楽しいと思いますと熱弁を続けると、メグロは、注目ポイント顔で大丈夫と突っ込みながら照れくさそうに笑った。また、ドラマの内容にかけて、もしもトリリオンだら、一兆ドルを手にしたら、叶えたい夢を問われると、メグロは、山とかに、動物園とか作って、学校とか遊園地とか作って、その中に僕はでっかい家を建ててずっとダラダラしてると、話した。